東京国際アニメフェア、東京国際アニメフェア、東京国際アニメフェア、タフトは、かつて毎年3月末頃に東京ビッグサイトで開催されていたアニメ業界世界最大級のイベントであった。日本のアニメーションを世界に発信し、小取引の場をという東京都知事、石原慎太郎の提案により開催された。2014年以降は、 アニメコンテンツエキスポと統合され、アニメジャパンとして開催されている。東京都や日本動画協会をはじめとするアニメーション、事業者団体で構成される東京国際アニメフェア実行委員会が主催。実行委員会委員長は東京都知事が務めていた。日程はアニメ関係者による商談を目的とし一般人が入場できないビジネスデート、 一般人の入場が可能なパブリックデーに分けられていた。参加各社各種学校なども含むによる作品関連の紹介やイベント、会場内に特設イベントステージも設置、物販などが行われていた。第1回は2002年に新世紀東京国際アニメフェア21の名称で開催され、第2回以降は東京国際アニメフェア2003のように最後に 西歴をつけた名称になっていた。また、アニメ作品や関係者を表彰する東京アニメアワードの表彰式も会場内にて行われていた。2013年はコスプレエリアを設置し、コスプレ世界一を決める世界コスプレサミットの日本代表選公開予選を初開催。各年の来場者数と出展者数は以下の通りである。 東京メトロポリタンテレビジョン、東京 MX では、毎年東京アニメアワード公募部門受賞作を特番で放送している。また2006年7月から2007年6月には、公募作や国内外のコンペティションで受賞作などを取り上げた番組、クリエイターズワールドを週1回放送していた。2013年はの TV にて、アニソンライブ生中継が放送された。 東京国際アニメフェアは公式ラジオ局を文化放送に指定している。超 A&G インターネットストリーミング配信。2011年3月までは DRP 東京 9302CH ではアニメフェア開催に向けた情報版の放送や開催当日にアニメフェア文化放送ブースから特別番組の公開性放送を実施している。2010年 石原慎太郎、東京都知事、当時が主導し、自民、公明、民主によって、改正案が提出され可決された、東京都青少年の健全な育成に関する条例に関連し、12月10日、日本の主要な漫画出版社、秋田書店、角川書店、講談社、集英社、小学館、少年画報社、新潮社、白線社、双葉社、 リード者で構成されるコミック10社会は、東京国際アニメフェア2011について、協力、参加を拒否する、旨の声明を発表した。声明では、東京国際アニメフェアの実行委員会委員長を、務める石原都知事の言動について、漫画や漫画家に対する誠実で無理解な発言を繰り返し、ているものと批判、改正案についても、漫画家やアニメ制作者との話し合いが、 ただの一度も行われないまま作られているものであるとして、これまでの出版会と当局との話し合いの歴史を踏みにじるものであり、規制の対象は依然曖昧で、むしろ拡大さえしていると批判し、石原都知事及び都当局の漫画家、アニメ制作者たちに対する敬意に欠けた姿勢に強い、不信感を抱かざるを得ません。石原知事が、 実行委員長として開催しようとしているアニメのイベントに賛同し、行動を共にすることは、到底できないとした。各々の出版社が直接の出展を拒否することのみならず、コミック実写会の幹事を務める清水穂宮美、講談社取締役によると、原作者の漫画家が希望すれば、出展するアニメ関連会社に協力しないよう、要請するとした。集営者の鳥、 島和彦専務は、出展、参加、協力の拒否のみならず、週刊少年ジャンプなどの同社から刊行されている、作品を原作とする、アメ作品の出展も認めない旨を表明し、新人の漫画からに向けて、ぜひ、石原慎太郎、都知事をぶっ飛ばすような漫画をと、同社の茨城正彦第3編集部長も、萎縮しないで好きなものを描いてほしい。面白ければ、ジャンプは、 全部載せると、それぞれ述べた。10周年ということで過去最高の約14万人の入場者を見込み、すでに多額の予算を組んで準備の進められている東京国際アニメフェアは、ほとんどのアニメ原作者らを抱える主要な出版社の不参加で、イベント自体の成否を左右しかねないと報じられ、都の担当者によると不参加の影響はないとは言えないという。 朝日新聞も、都と業界の対立に懸念を表明した。菅直人首相、当時は、12月13日、総理官邸ブログの中で本件について、今、青少年健全育成に関連して、東京国際アニメフェアの開催を心配する声が上がっている。青少年育成は重要な課題。同時に、日本のアニメを世界に発信することも重要。 国際アニメフェアが東京で開催できない事態にならないよう関係者で努力してほしいとコメントした。石原都知事は12月8日の角川書店代表取締役社長井上慎一郎当時による出展取りやめの表明に対しては記者会見で勝手に自分で決めたらいいじゃないかと発言。コミック10社会による同志の緊急声明や漫画が 原作のアニメーション作品の出展取りやめの働きかけの表明に関しては条例が成立した12月15日これ条例改正を理由に来ないならどっかの会社が寝こなきゃいいんだよアニメフェアに来年吠えずら返ってくるよずっと来なくてもいいよ来る連中だけでやりますと発言したこうした中12月21日にはアニメーション制作会社の業界団体であり アニメフェアの事務局を務める日本動画協会が条例改正に対して声明を発表。規制の対象や要件は曖昧で憲法で保障された表現の自由の精神に照らして大きな問題があると遺憾の意を表明。コミック子社会の講義に対して賛同、支持するとしつつ、アニメフェアの開催については順当な開催を望むし、事務局を受任し、 主催ではなくイベント実施を判断する立場にないとしながらも参加者の大幅な出展撤回は避けられずこれまでのクオリティを保つのは極めて困難で実質的に実行不能な事態になると否定的な見解、懸念を表した12月28日コミック10社会のうち角川書店とアニプレックスアニメートキングレコードゼネオンユニバーサルエンターテイメントジャパン フロンティアワークス、マーベラスエンターテイメント、メディアファクトリーの、啓発者は、同イベントと同日に、アニメコンテンツエキスポを、千葉県千葉市の幕張メッセで開催すると表明し、シュープレニュースによれば、アニプレックスのプロデューサー、高橋優馬は、ボイコットについて、条例の問題以前に、出版社と歩みを共にするという意識が強かったと、話している、詳細は、 アニコンテンツエキスポを参照。2011年1月25日、タフの実行委員会は、出展企業が前年比で91社減の153社になると発表した。主に2010年末からキャンセルが相次いだためだとしている。収入も当初の見込みより1億1000万円減となることが見込まれている。また、参加を表明済みの企業も、 上記アニメコンテンツエキスポとの来場客の分散の懸念から一般来場日の出展は厳しいという見解を示した。アニメのイベントが二つに分かれている件について角川の関係者は目的は同じ。いつまでも住み分けするのがいいと思ってはいないと述べている。そんな中、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、 電力不足による計画停電の影響などを受けて3月16日に2011年度の開催中止が決定した。同様にアニメコンテンツエキスポも翌日に開催の中止を決定した。閉催イベントのうち第10回東京アニメアワード表彰式第7回厚労省検証式のみは10月10日に東京ビッグサイトにて開催した。翌年開催された タフ2012は2012年3月22から25日に開催されたが、アニメコンテンツエキスポ2012は3月31から4月1日に開催されたため、結局日程がバッティングすることはなくなり、直接対決は最後までなされないままとなった。タフ2012は最終出展者数が前回より28社減り、来場者数は前回比で約25%減。 約3万人減の約9万9千人、パブリックデイ2日間約7万4千人が来場する結果となった。なお、アニメコンテンツエキスポ2012の来場者数は2日間合わせて約4万2千人であった。2013年には来場者が10万人の大台を回復した。2日間のパブリックデイのみでは8万1441人になり、同年に開催された。 アニメコンテンツエキスポ2013は2日間で7675人を記録した。そして2014年からは ACE と統合する形でアニメジャパン2014として新たに開催されることが決定されたためタフとしては2013年で終了となった。会場は従来と同じ東京ビッグサイトだが会期が2日間に短縮される。また東京アニメアワードは新たに 東京アニメワールドフェスティバル、ドフとして独立し、より開かれた形での国際アニメーション映画祭として開催されることとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。